さんにお話したいことがあるんだけど、びっくりすることを言うぜ、これから。なんだと思う？なんだと思う？もう、そうです、皆さん、私はまた引っ越します。そしてどこに行くと思いますか？どこに行くと思う？どこに行くと思う？日本。日本。来た。来たよ、みんな。来たよ。今聞こえた？どこって言ったか聞こえましたか？皆さん。日本だって。そうなのよ。簡単に説明しますとですね、旦那のお仕事の関係で日本に引っ越すことになりました。長くて5年いることになっております。はい。ほんでこれがね、ババババって決まったのがね、約2ヶ月ぐらい前で、でてんやわんやしている間に、はい、引っ越し業者が来ますね、引っ越し業者来ます。飛行機飛ぶんだったら猫の手配もしないといけないです。猫3匹連れていく。あ、それもまたすごい大変で、そんなことしてる間に、はいね、なんか、あ、これ売らないと、あれ売らないと、これ手放さないととか、そういうのでもうね、超忙しかったの。てか今でもすごい忙しいんだけど、今日ついさっき引っ越し業者が、まあ、全部持ってったのね。2回引っ越しがあったんだけども、1回目は終えてて2週間前に、で今日2回目のが来たんだよ。でこう大きいもの、家具とか持ってったんだけど、そのさそのね、引っ越し業者が来たと同時にジェイドがいなくなったのよ。もうさ、わかる？この引っ越し業者さんが来た瞬間に、うちのジェイドって猫ね、黒い猫なんだけど、がいなくなって、で他の2匹はいるのよ、いるの、隠れてるのね。でちゃんとどこにいるかも私でも分かったんだけど、ジェイドだけ見つからないの。ジェイドだけ見つからなくって、でもさ、見つかんない、あれどこ行ったなんて言ってる間に、もう引っ越し業者はさ、いろいろこうやってこう物をパッキングし始めてさ、ドアを開けて入ったり出たりっていうのを繰り返してるわけ、家の中とトラックの間を。じゃん、だからうわやっべえ、もう外行ったかもしんねえとか思って、でうちの猫は家猫で外に一回も出たことがないよね。だからもうどうしよう、絶対パニックってる、どうしようとか言ってもさ、そんなのを、そんな状況の中、この引っ越し業者さんがこう行ったり出たり入ったりするじゃない。それでこう何をパッキングしてるかっていうのもちゃんと見てないといけなくって、もうそれもあったし、もう結構ストレスレベルがやばかったわけで、今でもちょっとね、もう 2,3 時間ぐらい前に帰ったんだけど、その引っ越し業者の人は、今でもちょっとお腹痛いんだよ、それね今でもそれでお腹痛いんだけど、そう、ジェイディがさ、いないってなったので、そのもうなんかうちの旦那を残して自分が近所歩き回って、で次私がね残って、旦那が近所歩き回って自転車乗って走ってとかいろいろして、でなんか猫のさ、トイレあるじゃない、あれをなんか外に置いておくと匂いで戻ってくるとか言うから、なんか外にその猫のトイレ置いたりとかして、なんかもうね、もうほんとパニックってたで、そしたらさ、もうさ、まあでも猫っていうのはほら数日かかったりとかするじゃない、帰ってくるのに。だからもう そういう感じなのかなとかいろいろ思ってたわけ、絶対近場にいると思ったけどとか思って、しかもジェイドのさ性格上ね、あの子一番、怖がりの子だから、絶対にそんなバーって遠くにも行かないし、外に出たこともないからバーっても行かないし、あいつの性格だから絶対家から出なくって、どっかに隠れてるはずなんだけど、でもどこにもいないわけ、全部探してるけど。でどこにいたと思う？このさ、これあるじゃん、これで、ね、猫にボロボロにされたの。元々もうユーズドで買って、70ドルぐらいだったのかな、で買って、でも猫にボロボロにされたわけ、リクライニングみたいな感じのチェアなんだけど、その中にいたわけよ、その中にいたの。
もうこれはね、あの引っ越しで持っていかないから、もう猫にボロボロにされてから捨てるつもりで、あの残しておいたわけ。その中に隠れてて、もう本当にその引っ越し業者がこうだんだん終わっても帰るぐらいの時にうちの旦那がやっと見つけて、ここはさ、いるとは思わなかった、この中には、この中にいるとは思わなかったけど、反射的に彼はそこに隠れたんだよね。もろしかい、なんか猫って変なとこ隠れるけども、ここは想像できなかったから、まあそんなんで、まあ、今でもちょっとお腹痛いんだけど、そうです、そうです、そうだ、また、まあ、引っ越し業者来たじゃん。そうで、何の話してたっけ。それまだジェイドに 気がすごいさ取られちゃって、今日も半分、1日の半分ぐらいが、まあ、ちょっとね大変だったんだけど、そうなんです、引っ越すことになったんですよ。皆さんさ、覚えてる、私が3年前ね、コロナになる本当寸前前よ、で日本に引っ越すことをプランして、ほら言ってたじゃない、ビデオとかも作ってた。で、あれはもう旦那の仕事とかは関係なしに、もうこっちでやってるものを全てこうやめて、もう一から日本で生活しようと思ってたのね、あの時は。で、まあ結局コロナが起きて、でいろいろ起きて、で、ね、結局その話がなくなっちゃって、でハワイに来ることになったんだけど、そう、それで、まあ、今ですよ、こういった感じで2ヶ月前ぐらいに旦那の仕事がバンって決まって、でダダダダっていう感じで進んできて、だから本当にね、あの目まぐるしく毎日過ごしてきて、で今があるっていう感じなのね。そうです、旦那さんのお仕事の関係でね、またこうやって新しいところに引っ越さなきゃいけなくなって、でも私たちはこの家がここにある以上をね、ここがホームだから、そこら辺は寂しくないんだよね。いつでも帰ってきたいと思ったら帰ってこれるし、そう、そんな感じで、なんかハワイはなんか第二のお家というか、まあ、自分の第一のお家が日本だとすると、そこが出身だから、ハワイは第二のお家っていう感じがする。ただね、子供をこう育てていく過程で、いろいろな気持ちが出てきて、私がずっと思っていたのは、でもうちは国際結婚してるから、私のルーツと旦那のルーツが子供たちにはあるわけじゃない。で、もううちの子はアメリカでしか子育てしてないんだけど、だからその良さとかはいろいろ分かってるわけだ、子供たちもどういう感じかっていうので、そのもう一つのね、私の側のそのルーツを今までほら、まあ、あっちに住んで生活したことがなかったから、子供たちはだから与えてあげられなかったんだけど、こういった機会があって、やっとこの子供たちがね、そのお母さん側のルーツにも触れることができてさ、でちゃんと住んで体感できる、この旅行だけじゃなくって、住み着いて、この国はこういうところがいいところがあるよね、この国はこういう感じだよねっていうのを自分でこう学べる、自分たちの目線でっていう機会を与えてあげたいなとずっと思ってたから、すごいこのなんだろう、この機会がバーンと私たちに舞い込んできた時はすごく嬉しくって、でもうそういうのってさ、タイミングとか全部重なってるじゃない、だから逃さない方がいいんじゃんね、やっぱり。だからさ、なんか絶対この機会は逃せられないと思って、でもちろんそのね、子供たちも大人になった時に、僕はそのここにも住んだことある、この子にも住んだことある、でこのその彼らが大人になって、例えば大学に行く時とか、あとは住む国を選んでいける時とかに、ほらこういったオプションを与えてあげれたから、最終的に彼らの目線でどっちに住みたいかとかさ、でもそうやって機会を与えてあげれることってすごくラッキーなことで、こうめったに起こることでもないから、だからすごくこのなんだろう、運とか全てにすごく感謝してるんだけど、そうです、だからとても嬉しいんだけど、その反面やっぱりうちの子供たちはみんなアメリカで育ってるからね、やっぱりアメリカの育ち方とこの日本で育ち方と全然違うじゃない、だからそこをこう調節していくのは結構大変だと思うんだあの子たちも大変だろうし、私も大変だと思う、でもっていうのが目の前で今分かってる、こうそうだろうな、大変になるだろうなっていうのはあるし、で自分も自分でなんか20代、24歳だからアメリカにいて、今35歳なんだけど、もうそこからもうさ、20代の後半ぐらいから私はやっと自分が大人になったと思ってるのね。でそこをさ、こっちで主婦としてさ生活してたから、
そのマインドでその日本に帰って、でほら今度日本で子育てしますとか、日本でこの大人っていう立場で物事をこうやっていく上でさ、やっぱり自分の中でいろいろ葛藤とかが始まると思うんだよね。でそれもなんかもう目に見えてるから、あでもあのそうやって経験することっていうのは、なんていうのかな、自分の人生の中ですごく大切なことだと思うから、それもすごくまあ怖いけど、怖いっていうかまあ来るだろうなっていう感じはするけど、でもすごく楽しみにしてます。で旦那も旦那でものすごく楽しみにしてるし、子供たち自身も一回旅行に行ったじゃない、あのこの去年のクリスマスと今年のお正月を通して旅行に日本に行ったんだけども、その時は全然この話は全然出てもない、もう1ミリも意識になくて、だから本当に旅行で遊びに行った感じだったんですよ。そうなんですよ、そんな感じの今私の、 あの夏だったんです。そして夏なんです。そうで引っ越しするのは8月中で、もうこのビデオを上げた時はもしかしたら引っ越しているかもしれないし、まだかもしれない、わからないけど、そうなんです、8月中に引っ越すことになってます。はい、それでね、私がさ、かほちゃんとやっている夜な夜なネイバーズクラブあるじゃない、あれもね、かほちゃんとお話しして、今のところちょっとこう保留というかお休みな感じにしようっていう感じで話がまとまりました。彼女もすごくね、寂しがってて、私も超寂しいんだけど、でも あれやってたからも結構ものすごく仲良くなった私たちものすごく仲良くなったっていうのもあるし、なんかもうすごい良かった。結局ちょっと自己満みたいなところもあるんだけど、でも実際こうやって楽しんでくれる人もいるからやってこれたんだけどね、すごく私たちもあれをやってて楽しかったし、なんか心の拠り所みたいな感じだったりしたから、そうなんです、まあ今のところ保留っていう形でやっていこうかなと思っていますので、楽しみにしていてくれた方は申し訳ないですが、そうですね、ちょっと保留っていう形でご理解していただけたらと思います。はい、そんな感じで私が日本に行った時はね、もうメイクのお仕事したりとかも美容師はできないし、あっちではどういうことをするのかを私はね、ちょっと初めの半年とかぐらいはね、お家も決めないといけないし、なんかその保険のあれだとかさ、なんかいろいろあるじゃん、そういう手続き、ね、移動届出してるからそれもあっちに戻さないといけないし、戸籍謄本とかなんかいろいろそういうことあるじゃない、そういうのもそうだし、携帯も買わないといけないし、もう全てこうやってセットアップできるのはさ、大体私だからさ、そこら辺ちょっと、あっち引っ越してからはまあそれで忙しくなると思うんだけど、その後ね、なんかどういう感じでしていこうかなっていうのを考えてるんだけど、まだ分かりませんね、正直な話という感じでですね、皆さん、今日のお知らせはこういった感じのポジティブなお知らせでございました。このビデオを見てくれている方で、私をもし見かけた方はですね、そして私が子供に、触らないそれ、ね、走らない、ね、静かにしなさいとかね、なんかそういう感じで追っかけていたら、ぜひ、あ、ホープさんやっていらっしゃるな、こちらでもっていう感じで見守っていただけたらなと思います。こいつでございます。あんた、あんた、あんた、あんた隠れてて、あんた何やってんの、もう泣きそうだったよ、マミ抱っこ大嫌いなのね、ジェイド。なんだっけ、あ、そうだ、今回の引っ越しでですね、私は学んだことがありますよ。改めまして、物は持つもんじゃないミニマムやね、ミニマムが一番だし、もう一つ学んだのはね、私はもう私の旦那と一緒にこの生活している以上、もうずっとジプシーなんだなっていうのをすごく体感しました。わかりますか？こう一つのところに
住み着くっていうんではなくて、こうなんか拠点を決めないで移動してこう生活してる人たちでしょ。多分そうなんだよね。そうなんだよ。一時期はさ、夢見てさ、一つのところに住み着いて子供を育てたいとかって思ってたんだけど、でも結局そういう生き方もあって、でそういうタイプの人たちとかもいて、で多分、うちはどっちかっていうとそっちなんだよね。そっちなんだよね。そうだから、でも私の頭の中ではですね、こんなにいい車を持ってるんだよとか、こんなにいいものを持っているんだよっていうよりも、人生は経験が一番の財産だと思うから、こうやって引っ越しを通して経験できることとか、それを通して成長できる自分がいたりとかはするからね。だからもう全てポジティブにとって、これからも頑張っていこうと思います。はい、という感じで、私の、ビデオの更新はなかなか最近遅くなっておりますが、そういうことでもございました。言い訳でございますね、すいません。ということで、皆さん今日のビデオをライクしてよ。気に入ってくれたらライクしてよ。私のこと見かけたら声かけてよ。子供怒ってそうだったらほっといてよということで、皆さんビデオ見ていただいてありがとうございました。次のビデオも、多分引っ越しのビデオになるんだろうかな、移動のビデオになるのかわからんけど、楽しみにしておいてください。ではまた次のビデオで会いましょう。ボイン、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 ボイン。